さあ行きましょうか。じゃあおツイッター来ました。皆さんお野永貴君さん、ありがとう。あ、野永貴さんありがとうございます。下段乗ってらっしゃる B ソロの、これ B ソロって言うの？ B ソロじゃないですかね。北斗星だ。 A か、でも広さ的に一瞬 B かなと思ったんですけど、違いますか？俺乗ったことないのよこういうの、寝台のこういうのって。これ B、 だってあのハッチの中でも B ソロとか絶対使うでしょ、よく使うでしょ。 B ソロ使ってたですね。B ソロって6000円ぐらい？いや B ソロってあれなんです、値段一緒なんですよ、4段目普通のと。うわそれすげえ、いい情報だな。もうねえけど。もうないですけどね。ないですね。いいな、下段でも羨ましいですね、寝台列車。いいな。寝台乗ったことないんで乗りたいです。そうそう、銀河にこの間乗るって言ってましたもんね、ちょうど1年前ですかね。そうなんですよ。でもアイアンもさ、次もう寝台列車なくなっちゃうから、もうサンライズは早めにお乗りになったら、もう乗りたいです、ね、ちょっとあれしますね、ね、予約ね、何か企画して、ね、事務所にちょっと言います。事務所に、ね、なるほど、強い事務所、あのマネージャーとかに、社長に社長さん、私サンライズ乗りたいですって、ありですね、そういうのね。サンライズ乗って、あの妄想駅弁作る旅企画してくださいって言います。最高です、見たいです、早く見たいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。京阪9000、よく同じ場所でよくこうやって捉えますね、うまいな。そうそう、よく今京阪9000さんめっちゃ京阪送ってくださってるんですよね。へぇー、そう、これもいい車。あ、貫通のこの下がこう長いですね。本当だ、長い、いいっすね。ハナピーさん、まさよなさんがハッチ鉄道論取りましたよって言ってます。待って、あ、あれか、あ、待って、ハナピーさんも待って待って、また鉄道ジャンネルはまた今度でお願いします。ああ、今雑誌のね。今ツイッター。あ、すいませんすいません、雑誌のね。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。でちょうど折しもハナピーさんの投稿。ハナピー。ハナピーさんめちゃくちゃ車両基地のイベントとか行かれてますよね、いつも思うんですけど。京王急線とウニモグの車両撮影会。え、京王ってウニモグいるの？あ、ほんまいるやん。有料&先着定員制、そうそうそう。京王さんも結構こうイベントとかやってらっしゃるんですけど、人数とか気にされてるみたいですね。しげちゃん、しげちゃん、あの右下の顔面見せてもらえますか？すごい、あ、これもすごいですね、これもすごいですね、うん、この黄色い顔面もすごいわ。次来る、これこれこれ、何これ、これすごいよ、わーすごい、何これ、ウニモグ、これウニモグって言うんですか？あ、メルセデスのね、すごい、ベンツ、そう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 、なんかもう俺たちみんな読めないのに、こうしれっとあそこにこうドイツ語が書いてるっていうね、読めないっていう、読めないんですか、これ、なんて言うんですか、ナンバーの部分にね。スバイベク、なんだろう、わかんねえ、すげえな、やっぱさすが、かっこいい、これ、これ欲しいわ。お、白書さん、雄大さん鉄道、ウニモグは切り口者はちょうどええ、ハッチーさん、カッコの中、これなんだっけ、豆腐じゃなかったっけ、違うんだっけ、へ、上のルベシベは読めるけど、え、どれだ、ルベシ、その下の根室線、え、え、そういうこと言われるとちょっとなんか不安になってくる。後でちょっと確認しておきます、ね、取り締まりしてたとその辺りです。綺麗ですね、これも、これ183だっけ、いや、1%さん、ダブルデッカーがあった時代ですよね。いいな、北海道、
いいな、しか毎週いいな北海道って言ってますね私。あとでっかじゃん、ハイデッカ、あらあら、これ日高線、いや、根室線と書いてありました。綺麗だ。日早四十って早ますね、なんだかこうやって北海道で見ると。なんかさ、こう緊急事態宣言でどこも行けないけども、こういうのを見てるだけで、だからね、みんなで喋ってる時に行った感あるね。そうですね。ねー、なんかいいわ。すげーいい。豆腐で当たってた、よかった教養が試される。お、ふみちゃん、今週の貨物列車毎週来るってこと、え、待って、コンテナの並びを覚えてください。コンテナの並び、あ、でも、すっげー面白い。面白い。この後、朝の飛行機で浜松に戻って、え、何事、すごっ。なんか時刻表トリックみたいなことしてる人がいる。すごい。本当だ。なんかもう一つの番組みたいじゃない、うん、貨物より先に移動してってことですね、飛行機で。おー、すごい。俺気になるのはあの青い D だな、あの青い D っていうの何？ DNA？ なんだろう、これ本当だ、ね、中日ドラゴンズ、そんなわけないまさかドラゴンズのあれ、次の試合貨物列車で運んでんのかな。お気に入りの撮影所、藤枝の中、藤枝ですか、深夜でも明るいと。田中さんもいいボケ来ますね。イニシャル D 最高です、ありがとうございます、さすがです。フォーさんも注意する、そうですよね。何やろうな、一晩に40本以上と。40本、すごい、すごいね。ああ、佐川が行った。もう一度、もしければ一度。え、何これ、すごい。訪れてみてください。いざなわれますね、貨物撮影。ちょっともう演劇とかだったらもう拍手だね、ここで。わー、スタンディングオベーションですね。わー。すごい、ここでね、みんな演者が出てきてね、すごい、ありがとうございます。すごい。水島さん来たぞ。岡山ローカルドキュメント来ましたよ。上がりか、すごいな。田中さんまた美味しそうなの取るやん、ちょっと。でも鉄道とは関係ない、食べてほしい食べ物パート1パート2。いやいや、いいですよいいですよ、そんなお気遣い。わーわー、お米の神様、なんだこれ。え、おにぎりが入ってる。お前ちっちゃいおにぎりがいる。あれ唐揚げじゃないの、あれ多分。すごい、おにぎりに見立てた、うん、かわいい。あら、あ、美味しそう。何？何これ？何味ですか？炊き込みの玄米ですかね。うん、玄米。いや、ちょっとリゾットにしてのかな。何やろ。うわ。ああ。美味しそう。怖いな。あれは素晴らしいですね。アーヤンとハッチに食べてほしい食べ物ですよ、皆さん。食べたいです。美味しそう。さっきの明太子の炊き込みご飯とコメント。炊き込みご飯か。甘味どころ鎌倉。え、
鎌倉って書いてあるけど、今場所書いてあるの見たら鎌倉じゃなかった気がするな。どこなんですかね。いいじゃない、なんか行きたい。あれ、あ、東西線、大阪じゃないですか。鎌倉っていうお店なんですかね。なるほど。あ、大阪天満宮。天満宮。いいですね。いいとこや。都市田町。どこや。ああ。昨日行ってましたよ。うわ、すごい偶然。近くまで行ってました。なんか、何し、仕事で？はい、読売テレビさんの収録で行ってました。最高や。いいな。ちょっと皆さん寄ればよかった。来週また行ってみます。アイアンも含めて皆さん本当ね、あのご当地のねグルメも見たいよね。すごい見たい。うん、見たい見たい。お、マイギさん名鉄来ましたね。来たぞ。1586さん。美味しそうです。ね、ケイコさん、酒かな。おしゃれですね。さあ、名鉄。ありがとうございます。こうね、あの、眉毛さんも含めて皆さんも、もう皆さん何度も見てるから分かると思うけど、やっぱ名鉄が来るとやっぱ皆さん、3人ともちょっと黙っちゃうよね。なんかこうね、なんか言えなくなっちゃう、もう、まあ、勉強しなあかんなって。そうなんよ、そうなんよ、難しいからね。見っちゃいますね。そう、見っちゃうのよ。ありがとうございます、前木さん。北斗星の510と上の13番線書きましたと。手書き、すごい。え、めっちゃうまく、なんかあの投稿最初された頃よりもすごい上達してきてないですか、最近。よすごい。でもね、絵の力ってすごいのは、もう一回これこの角度からってさ、僕らは見れないじゃない。あ、確かに。しかもカメラでこうやって出す、こうやって自撮り棒でこうやって撮らないといけないレベルじゃないですか。で、自撮り棒をホームの中で伸ばすと、うん、駅員さんにこれやめなさい、君やめなさいって怒られちゃうんで、こういうのを想像で描けるこの高さっていうのがやっぱ絵のね、うん、良さだよね。これすごいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナナニャンマルさん、前回半蔵門がいなかったため問題を持って、あ、はい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 、はい、右のコンテナが日本に何個存在するでしょうかと質クイズが来てます。半蔵門わかるかんな、もう何個わかるかよ、そんなもん。え、な、右のコンテナ、この白いやつ、うんうん、え、これ何なのこれ。わかんないです。でも半蔵門に答えてってきてるんで、うん、JR 貨物の白いコンテナ、みんな知ってる白いコンテナって何なの。でもさ、サフィールさんはもう答え書いてますね。嘘、どこ22個って。マジで、え、何なの22個って。これ皆さん何なんですか、このコンテナって。 W18F のコンテナ、まあ、W18F って書いてありますね。わからん、みんな教えてくれてる、うん、あ、N2 ダッシュさんもね。ナナニャンマルさん、正解は10個と。おお、みんな違うね。あらあらあら。で、回答本人からいただいて10個でした。あ、そうなん。そうなんだって。向原さんは残土輸送って書いてあるよ。いろいろあるな。田中さんがね、あの、すば、僕ね大好きなんですけど、ちょいちょいこういううまいボケがあってね、慶応カラーっていうね。ありがとうございます。はい、素晴らしいです。あ、五等分の花嫁の人ですね、いつもの。本当ですね、今日もキャラクターが。いいですね。阪急だ。あー、これな。あー、いいとこだね、うん。いい写真ですね。四つ葉ちゃん。なるほど、コメントに来ました。四つ葉ちゃん。あ、目だ。なんかさ、阪急のマルーンってさ、見ると小倉トースト食べたくなるんだね。俺結構個人的に結構ガチで来るんだけど、小倉色じゃない。なんか阪急なんだけど、名古屋の小倉トースト食いたいなって言うんだね。うまそうやな。
ね、あ、決めた決めた決めた。お、まゆりさん、駅名が一部変更になるため路線図が見られなくなると。あ、そうか、変わったよね、駅名ね。一部がね、区役所関連でね、変わってね。そうそうそう、もう変わったの、もうみんな駅名って。まゆりさんレポートだともう変わってるやん。市役所か区役所だよね。伊勢、あ、書いてあります。コウキさんが区役所が対抗通りになります。そうだね、そうだね、そう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 、コウキさんね。コウキさん、ありがとうございます。コウキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、パノスパさん、お、木曽川を渡る鉄橋。あ、車内から撮ってらっしゃいますね、これは。あら、綺麗。どここれ、うん、木曽川橋梁。あら、でかいな。そうそう、コウキさん、そうですよね。そうです、そうです、そうです、ね、今、名古屋の話題だからいいですね。神宮にしと、今ちょっと、そうそうそう、浅神宮にしと。なんだこれは。あ、前木さん、俺もそう思った。さっきの写真の最初の方は犬山橋だよね、昔の平王橋ね。あ、シュールさん、栃木に踊り子号が。お、臨時快速桐生やろ、この駅。これ桐生ちゃうの、これ、あの例の臨時列車でしょ、これ。救済用ですか。あ、あの臨時列車、うん、お花を見に行く。あ、そっちじゃなくて群馬に行く。なるほど。うん、足利、本当だ、出たよ、出た、弘作さん出ました。早いですね。雄大さんも早い。早押しクイズみたいになってきちゃった、ね、僕はあのニュースに関しては触れません、一切。あの、皆さんご存知だと思いますけど、でもね、しょうがないですよね。しょうがないです、しょうがない。シュールさん、ありがとうございます。お、伊丹さん、お、来ました。流し撮り上手くなってきました、本当だ。うわー、綺麗。大宮でしょ、これ綺麗やね、よう撮るわ、これ。あら、綺麗、みんな流してるやん。綺麗ですね。あら、綺麗ですね。なんかね、45キロ制限を本当45キロで走ってない気分だね。なんかこう、あの方向が違うけど、うん、綺麗だわ。すごい。あ、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。素敵です、イタルさん、素敵。お、あ、お、ハローキティ、はるか。あ、なるほど、本数また減るんですね、はるかも。はるかもいい車だよな。黒潮が来た、今度は西日本の名車がいっぱい来ますね。ありがとうございます。パンダ、ありがとうございます。お、岡内さん、あ、ドクターイエロー来たぞ。ドクター黄色来た。あ、止めてるやん、すごい綺麗。新暮らしケーキ、あ、なるほど。一瞬ねえ、ありがとう。
とうございます。だ会えるのね、700件の顔まだいるのね、ドクター黄色にね、すごい。お、過去に撮影したピンクになる前の神経性、広作さん、まあ、神経質で一番うまい豚骨ラーメン屋知ってるでしょ。後でまた話しましょう、その話。すいません、すいません。すいません。シェルンさん、また東部。来た来た。搭乗船ですか、これは。そうですね、搭乗ですね。四季行きですもんね。四季行き。あー、みんないい車ですね。これ一番この、この慶応と東部が最後でしょうね。こういう上下にこう、あのヘッドライトとテールランプがついてる顔はね、これも美しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おとりさん、あ、ウニ弁当ですね。三陸リアステ久慈駅、そうそう、ありますね。あ、なにこれ、お蕎麦屋さんかなんか、あ、横に売ってんの、違う、三鉄の駅舎の中で売ってるウニ弁当ですね、これ。はぁー、うわー、うわー、ちょっと、なにこれ、半蔵門が爆発しちゃった。ちょっと、おいくらこれ、これお高いでしょ、これ。そんなに高くなかった気がしますね、いっぱい食べたことあるんですけど。へぇ、おいしそう、これもうこんなん、もう、至福じゃない、うん、やだ、おいしそう、いいなみんないい旅してますね。お、来た来た。さっきの写真の今度動画版ですね。富士祭り号はまだ大型連休も走るっていうんでね、皆さん本当に乗れるかもしれないんでね、チケット買ってほしいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいません、すいません、皆さん、すいません、ちょっと一回だけ、田中さん、田中さん、僕だけです、ハマってんの今、うん、富士綾子祭り号、ありがとうございます。僕それ言いたかった。すごいな、持ってるな、持ってる。これって尼、はいはい、崎駅ですか。尼崎って書いてありますね。ねえ、あの後ろの風景で分かりました。さすが最寄り駅ね。はい、私の生まれ育った町です。ローカル故郷、うわ、すごいじゃない。これトレイン、普通は尼崎止まんないよと。うん、へえ。臨時停車なんだこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、天理林、綺麗だな。あ、あ、67歳の僕はもうこれがもう近鉄の新型車です、イメージは。これが新型でした。素敵ね。もうこんなもうなくなっちゃうからね、こういうカラーも。すごいね。そうそう、左の人ね。なんか近鉄といえば黄色とかオレンジとか、うん、オレンジのイメージ強いんですけど、なんかだんだん赤とかに変わっていくのかなと、ちょっと寂しいですね。ね、左みたいになっちゃうんだよね。みんなから見て左側みたいなカラーになっちゃうんだよね。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ズッキーニさん。お。コンプレッサーの音ですかこれ。ありがとうご
ございます。みんなこのアングルですね。最近は最高です。ありがとうございます。いいですね。あ、池田さん、池田さん、横浜エアキャビン乗ってきました。あとこれあれですね、横浜に新しくできたロープウェイ、あれか、ロープウェイこれか、片道1,000円、これも乗ったの池田さん。あら、俺も乗ってみたい。これめ良かったですよとコメントがありますね。マジでケープさん、ケープさん乗ったんだ。せーな、わあすごい、あほらほらほら、もう配線見えるじゃない、あの昔のね、あの東海道貨物支線が、あらーあらーすごい、向こうワールドポーターだ、素敵、いいですね、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。あやもうベイスターズ戦で横浜来るときはちょっと一回乗ってくださいよ、これおつい、おついね、おついでにね。ヒロティさん N700 です、コンテンツで、うん、ぜひ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 、ナイスター、私はもう S は乗ったんですか。あ、まだです。これもない、私もまだです。ないよね、ないですね、ないよね、長いな16両、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ヨさん、ヨよいしょ、あ、急行切り振り、激渋なの持ってくんな、おい、最高ですよこれ、これね、250、350系列、あ、空き缶入れ、いいで、いい、フォントがいいですね、あ、最高ですね、日本車両製、ありがとうございます、ありがとうございます、素敵、素敵です。 BS 本郷さん、好きな近鉄、なにこれ、え、こんなカラーあんの、かわいい、かわいい、あ、これ鶴橋だろ、これ鶴橋ですよね、これ鶴橋じゃない、みんな、俺このアングル鶴橋ちゃう、あ、鶴橋ですね、これみんなね、選挙列車だ、懐かしいですね、もう選挙は確かなくなったはずですよね、これ単独はね、え、なくなりましたね、素敵、綺麗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 、ありがとうございます、ありがとうございます。はっちゃんさん、流し取り挑戦、お流し撮りでこうやって綺麗に撮れる技術がすごいね。すごい、もうプロだもん。本当マジ。うわ、すげえ。ああ。ええわ。ああ、綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。小倉の車両センター公開。あれなんで蓋が白いんだろうね。あ、SL 人よし。ミニ SL 輪切りのデコイチ。素晴らしいです。輪切り、小倉ってあんなカットモデルあるんだ、すげえな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。クラマさん、来た来た
浜は九州だよね、これ多分。コウキさんはそうか、設計レベルで。そうなんだ。あーすげえ。なるまで撮り続けるか、どこで切っていいかいつも悩むんですよね。どうしようどうしようと思いながら。ありがとうございます。あー分かるわそれ。いやでもそれで思い切り切っちゃってもいいと思いますよ。あーなるほど、うん、勇気をつけても途中からバッて切っちゃってもね。うん、出た。これか。この音か。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいみんな、うん、元ながら丸さん、なるさん、なるさん、これなんだっけ、阪急グループの、阪急グループの何でしたっけ、あ、行ったんだら、そらな、乗せて、すいません、そうね、京阪さん、うん、京阪急線さん、早いわ、やっぱありがとうございます、乗せでね、ありがとうございます、乗せで、うそ丸さんもありがとうございます、きょ丸さん、ありがとうございます、乗せで、元町鉄さん、これ三宮、すげーぞ、これ、これすげーで、こう夕日の影もいいですね、いいっすねこの 12K どこ階層なんだろうね、うん、だって西に向かってんだもんね、あ、朝かなこれ、すごいわ、ありがとうございます、ありがとうございます。今城そば、地元、ありがとう、あ、本も買ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうひろっぽさん買ってくれて、すごい買ってくれてる、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、綺麗です、いつも綺麗ですね、めっちゃ綺麗、綺麗ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃ綺麗、俺も買おう、あ、きみこさん来た、かまた来た、今日蒲田行ったの？お、横浜行くの？これどこや、これ広島行くの？新幹線だ、次はどこに行かれるんですかね。あら、乗ったな、乗ったな、乗ったな、ありがとう、すごい、あー、やっぱ広島行ったんじゃん、あらー、あー210ガラー、すごい、車窓から、あらららら、これすごいじゃない、67見ますよ、67 EF67、懐かしい、 ありがとうございます、ありがとうございます、ガスカ麺、うわ、麺だ、麺ですよ、ね、みんな知ってる？もう一回言いますよ、東武鉄道ってこういうね、駅そばじゃなくてラーメン屋があるんですよ、立ち食いそばが、あ、いいですね、これいいでしょ、私駅ラーメン食べたことないんで、ちょっと
食べに行きます、ね、ここ、ね、いやだってそんなこと言ったらあーやん、ほらあそこに姫路にさラーメンの麺でお蕎麦食べれるじゃん、ああいうのも ありますね、ね、ああいうのもいいよね、関西はね、ね、本当だ、姫路 のあれですね、ポッてきてっておっしゃってたの、まだ行けてないので、ね、であれもぜひ楽しみにしてます、本当マジで、ね、おー、嬉しい。ちょっとさ、余談だけど、あやもうちょっと阪神、今勝ちまくってるやん、あれも今来てる、今来てる、めちゃめちゃ来てます俺すげー楽しみ、今年行ってほしいよね、はい、もう日本一行ってほしいですね、行ってほしい、パリーグに負けないでほしい、行ってほしい、頑張ろう、はい、すいません、すいません、すいません、あ、そうです、そうです、そうです、あー、これ海外じゃない、これ、海外、フランス、パリ、あらー、綺麗ですね、あらー、やっぱ違うね、やっぱもう作りが違いますもんね、違うわ、綺麗だわ、だってこの男もだってあの2ブロックのもうだってセンスが違くない？2ブロック、あのみんな知ってます？しげちゃんも2ブロックなんですよ、ベスト2ブロックですよいいです、綺麗、綺麗です、綺麗です、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、帰ってきたね、よいしょ。